ございます。クラシック音楽大好き芸人のバクコメ秀作でございます。先日ね、情報公開もあったのでサクッと言っちゃいますけども、なんと私秀作、仙台クラシックフェスティバル2021に出演が決まりました。嬉しいね。今年は10月の1、2、3の3日間開催されます。そもそもね、仙クラって何ですかという方のために今日はそれを説明しようかなと思いましてね。仙クラこと仙台クラシックフェスティバルは今年で15回目の開催だそうで、仙台にですね、もう全国から音楽家がぐーっと集まってクラシック音楽の祭典が開催されるわけです。エルパーク仙台とか日立システムズホールとか泉 T21 とか、仙台にあるいろんなところが全てクラシックの会場になっちゃうんです。大ホールから小ホールまで全部クラシックのコンサートやってる。集まるアーティストも超一流だらけ。ありがたいことにこの YouTube でもたくさんの方に出ていただいておりますけども、まあ今までご一緒してきた方ほとんど全員出るんじゃないかな。日本で一番熱いクラシックの祭典といっても過言ではございません。僕もね、一昨年の仙クラ2019の方で MC のお仕事で呼んでいただいたんですけれども、残念ながら去年はね、コロナの影響で中止となってしまいまして、代わりに仙台クラシックウェルというイベントが開催されました。ちょっと小規模になってね。これですよ、仙クラのパンフレット。これ僕ね、江東大公園の駅でもらってきましたよ。これ仙台市内のいろんな駅に置いてあるみたいなんで、ぜひゲットしてください。で、このパンフレットすごく見やすくてね、出演するすべてのアーティストのプロフィールも一覧でなってるし、あとどの会場でどの演奏会をやってるかっていうこのタイムスケジュール、これ超わかりやすいでしょ。テレビ欄みたい。だから、ここのコンサート行った後にこっち行こうとか、あ、ここのコンサートの真裏こっちだからどっちにしようかなとかね、そういうことも見れるわけですよ。仙クラの魅力っていうのはね、まず一つ目。いろんな音楽が聴けるっていうことよ。まあクラシックっていうと皆さんベートーベンとかね、バッハとかっていうイメージがあって、オーケストラってイメージあると思うんですけども、コンサートによってはね、映画音楽が聴けたり、ジャズも聴けたり、ビートルズなんかも演奏されますからね、結構いろんなジャンルの曲が聴けるんですよ。そして魅力の二つ目はですね、公演時間が短いというところです。クラシックのコンサートっていうと大体2時間ぐらいかかったり、長いのだと3時間とか4時間とかもあるんだけども、仙クラの場合は1公演45分から1時間ぐらい。眠くなりませんよ。ほら、ラーメンフェスティバルとか行ってもさ、一杯でお腹いっぱいになっちゃうの嫌じゃん。だから、ちょっとちっちゃいやつをいっぱい食べたいわけよ。それと一緒で、クラシックのコンサートも1時間ぐらいのをいっぱい見れるわけよ。そして魅力の3つ目。安い。まあ、コンサートが短いがゆえに安くなるというのはあるんですけども、とはいえ、全国から一流のアーティストが集まってるすごいコンサートだらけなわけですから、超お得。この値段で見ていいのっていうぐらいお得。だから、このパンフレット見てるだけでも、これ見たいな、これも見たいな、あ、これも見たいなってなるわけよ。それでですよ、私はどれに出るのかと言いますと、こちら、はい、10月2日土曜日に仙台銀行ホール泉 T21 大ホールで開催される公演番号54番損保ジャパンひまわりコンサート、どこかで聞いたオーケストラの名曲。これまさにね、クラシック好きじゃない、興味ねえなっていう人に来てほしいんだよ。あ、この曲知ってるわ、あ、この曲クラシックだったんだ、あ、これテレビで聞いたことあるわ、みたいな、まさにどこかで聞いたクラシックがいっぱい聴けるコンサートです。演奏はいつもお世話になっております仙台フィルハーモニー管弦楽団の皆さん。そして指揮者はですね、仙フィルさんを2006年から2012年ぐらいまで振ってらっしゃった山下和文さん。山下さんすごい人で、あの中学の音楽の授業とかで聞いたことないかな、カラヤンっていう、まあ、巨匠の指揮者がいるんですけども、そのカラヤンさんの元でずっとアシスタントかなをされていたという方で、カラヤンさんが急病でなって触れないよっていう時に、代わりに急遽ジーンズで振ったっていう伝説があるぐらいなんですが、これ山下さんとこうクロストークもできるってことだよね。すっげー楽しみなんだよね。もちろん僕が出るコンサート以外にもいろんな魅力的なコンサートいっぱいあるんで、ちょっと今後この YouTube でおすすめというか、私の注目コンサートなんかも紹介できたらと思います。でですよ、じゃあチケットどうやって買ったらいいのっていう話ですよね。それはこちらのパンフレットにも裏にもあるんですけども、インターネット、コンビニ、窓口、そして電話でも OK みたいね。8月の4日から発売らしいです。もちろんパンフレットゲットしてない人は仙クラのホームページで見れますから、ぜひチェックしてみてください。というわけで今日は仙クラとは何ぞや、仙クラの魅力について語ってみました。ぜひ皆さん 1,2,3 特に2日開けといてね。というわけで今日はこの辺にしておきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。